はい、どうもです、太郎です。今日は毎年恒例のファイル紹介をしていきたいと思います。2022年からファイル紹介をさせていただいてます。2024年バージョンですね。昨年はね、そこまで大きく変わらなかったんだけど、今年は結構大きく変わってます。まずはまあこの表紙はね、変わらないですけどね。まあ、ここは変わってないな。初期遊業、初期融合のね、うるしく3枚、まあ、これ2期ですけど、ここからね、結構変わってます、大きく。はい。ブルーアイズアルティメットドラゴン。今年のね、まあ、動画見てくれてる人は分かると思うんですけど、25周年東京ドームパックで当たったこの、ブルーアイズアルティメットドラゴンをね、入れたりしています。この辺もね、まあ新レリーフ、旧レリーフ、祝でなんか韓国版とかジレアとかウルトラを入れてます。まあ4ページで、あと3枚足んないんですけど、このあと3枚が揃えば4ページブラザーアルティメットドラゴンが揃いますね。でこれは海外版のホログラフィックレアと、これ偽物3枚、僕偽物も集めてるんで、英語版のねお祭りレアみたいな偽物と、なんかわかんないレリーフのね偽物と、これが日版のお祭りレアですね、うん、まあまあまあ、ここ大きく変わりましたね。メテオブラックドラゴン2ページですね。創刊です。シクのメテオブラック、韓国版のウルトラ、英語版のスーパーで、ノーパラのね、これ TP かな。で、まあ、日版の、まあ、2期の見慣れたやつと、で、こっから、これね、当たったんだよね、この、クォーターセンチュリーレアかな。で、シク。で、初期のね、これ本当にね、本当素晴らしいよね。初期のメテオブラック、本当にね、もう本当にありがとう。おやめさん。はい、ここはちょっともがいてます。すいません。で、ここはブラックデーモンズドラゴン。ここは変わらないですね、もう。あ、ここも大きく変わったね。有力現状キマイラのなんかコレクターズレアをゲットしたんで、ここ2枚入れてます。で、まあ英語版スーパー、韓国版ウルトラ、日版ウルトラで、これね、英語版のジレア、英語版かな、 どこだろうね。これが気に入ってます。で、ヒューマノイドドレイク、まあ1ページ。次、ここも変わんないかな。ジャベリンビートル英語版スーパー初期2枚で、英語版スーパーシク TP ですね。海外版の TP じゃなくて PP ですね。プレミアムパックシリーズ。ここもゼラで、ゼラウルトラで、このゼラのシークレット3枚並べてます。で、スーパー3枚。ほんとね、ゼラのねシークレットリア本当に素晴らしくて、マジで好きなんですよね。ちょっと見せましょうか。最高ですね。最高です。ぜひ高画質で見てください。本当に最高、無限に欲しいです。ジャベリンビートルもね、すごくマニアックでいいよね。はい、こっからですね、マジシャンオブラックハウスのね、まあウゾウムゾウ、ノーパラ、韓国ウルトラ、一番で、これが本当の初期かな、シールがついてない方ね。豚様で、ここからで、マンションブラックハウスで、ここらほら当たったやつ、そうですね。で、英語版のねシックもね4枚揃えてて、でレリーフもちゃんと日版のレリーフもいつの間にかゲットしてる。英語版のまあマジシャンブラックハウスすごく好きで、本当にトップ10に入るぐらい好きなんでね、集めていきたい。で、クォーターセンチュリーレアもね、来月かな、4月に入ったら買おうと思ってます。ここはまあ変わらないかな。要塞クジラ、チャクラ、デビルズミラ、ローガーディアン、スーパーワライオン、スカライダー、
あ、スカルライダーちょっと綺麗なやつをゲットしたんでそれ入れてます。でこれ見せなきゃね。このねスーパーボーライオンがね本当に素晴らしい。かっこいい。なんだこれ、かっこいい。このつぶつぶ、この辺のつぶつぶ好き。この辺のつぶつぶ好きだな。ええー、ね、次行きましょう。はい、ここはサクリファイスですね。これお祭りレア。サクリファイス、サクリファイス。ホログラフィック、まあ、サクリファイス大好き。まあ、カオスソルジャーですね。これ偽物です。これも偽物だ。混沌戦士。でね、この中国語版のね、偽物なんですけど、すごくね、クオリティ高いんだよ。ほら。どういうクオリティ？偽物じゃないくらいクオリティ高いよね。一枚一枚見せてたら時間が足らないので。まあここはまあまあブルーアイズ。あ、これは新しく増えたかもね。これもね、なんかすごく良かったよ。もうギラギラだね。このギラギラもいいですけど、これもいいね。石版ね、これが新しくラインナップになりました。まあブルーアイズですね。レッドアイズブラックドラゴン、これが増えたのかな。ブリシク、クオーターセンチュリーレアが増えた。偽物も増えたな。でこれお祭りレアですね。あ、これも増えましたね。レッドアイズの2期のクオーターセンチュリー、まあいい感じにレッドアイズページ収まってます。出た。もうね、今年は本当に変わりました。ファイルがアップグレードされました。まずファイアウィングペガサスシク2枚、初期2枚、最高。そしてここ千年原人、本当に素晴らしい。このクォーターセンチュリアの千年原人、皆さん、いやー、これがさ、このリアリティでね登場するとは思わなかったです。そして初期ね、本当に素晴らしい。で、はい、じゃんじゃん、3ページ作っております。同じカードで、まあ、この辺はそうだね、あの手に入れたやつで、パックボックスから。でこっちは元からもあってたやつですね。でもこの千年原人のこのシク、やっぱり最高ですね。これもプレミアムパック2かな。さっきのがプレミアムパック1ですね。ゼラとかが、いや最高だ。斜め敷く、一番縦敷く。でこれ、これ結構あれなんじゃないかな。いや、携帯見つかった。枠ずれの千年原人、ちょっと見にくいか、見にくいから出します。うわすげー、最高。そんな感じですね。20、30分ぐらいかな多分。今日はね1軍しか紹介しないんで3軍ぐらいまであるんですけど、はい、デビルズは最高です。デビルズはのノーマル3枚、まあ、初期4枚で、海外版の宿2枚ですね。でデーモンの召喚ね、うん、これ偽物です。偽物レリーフ、本物のレリーフで、これ初期2枚、あ、初期2枚持ってたっけこれ。ではもうこんな感じかな。はい、ブラックマジシャンですね。これ偽物か、中国語版の偽物。これはファン、なんかね、フリッシュクの韓国のファーストエディションなんだよね。で初期で、僕の結構好きなブラックマジシャンで、これは昨年もあったかな、覚えてないや。英語版の祝不動のページです。はい、続きましてはオシリスの天空竜とオベリスクラー。ちなみにここが中国語版のレリーフですね。見せたいですけどね、もう結構すごい作りなんです。英語版のウルトラでも日版で、ここがすごいな。あ、ちょっと違う。ここがね、あの海外版のボックスに出た
クォーターセンチュリー、これがあのなんだ日版のねプリズマティックフォトボックス3枚ですね。でこれが韓国語版のなんかラッキーボックスみたいな韓国語版のシクプリシク3枚と、これがね1枚だけラーのホログラフィック入れてます。すごいいいページですね、好きなページですこれ。はい、ここ変動ないかな、まあ、ダイヤモンドドラゴン2ページで、こっちが全部ウルパラで、状態のいいウルパラを入れてます。全部なんか状態の悪いウルパラとかはねストックにあります。ちょっと見せようかな。これが一番真ん中に置いてあるってことは、うおーうおーうおーすげー、ツースリーブしてます。これと同じような光が、あのクオリティのやつをこう3枚並べてますね。全部大好きなページです。はい、来た、エビルナイトドラゴンの2ページ。あ、これはあのパックだったやつですね。あのこれ嬉しいですね、エビルナイトドラゴン宿と、あとこのクォーターセンチュリーレア、あとはこの初期のねエビルナイトドラゴン、うなぎみたいな見た目してますよねこれね。はい、ここのページめちゃ好き、コスモクイーン。いやークォーターセンチュリーレアのねコスモクイーン、あとシクのねコスモクイーンすごく良かった今回で、こっちはもう完備品かな、もうほぼほぼ完備品のコスモクイーンと、あとこれお祭りレアのこれ好き。正直本物よりとかも好きかもしれないこれ。はい、でトライフォンドラゴンですね。あ、ちょっとあと1ヶ月後に撮ればよかったかな。まあいいや、トライフォンドラゴン、まあこれがあれだね、限定のトライフォンで、あれがついてないやつですね。でね、あと1枚なんですよ、クォーターセンチュリーレアのトライフォンドラゴンがここに来てもう4ページ完成なんだけど、ん？ 3 ページかな、4ページか、惜しい。まあ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 。でこっちがね韓国語版シク、これが英語版ポルトガル、ドイツなんかで、これ中国語版のノーマルで、これあの日版のノーパラ、あと1枚ですね。はい、今回は早く終わりそうだね。この辺はちょっとね、まあ、初期の面々を光物系を入れてます。グレートモス、はい、でこれはエクゾディア、あのなんかややこしくなったね、初期が増えたからね。これはあのほんまもんのやつ、ほんまもんだけど全部シールなしのやつね、一応揃ってます。はい、まあ、この辺ですね。まあ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 、ここも変わってないね。シャドウグール4枚。あ、4枚じゃなくて、2ページ。で、まあ4ページ。こっちだね。これはなんかディールラッシュで出たらしいかな。注意入れてます、3枚だけ。ちょっとはみ出さないで。怖いな。はい、次。ここはね、あの、まあ、出たカードですね。あ、エクゾディアのこれだったね。ダンシングエルフ。ダンシングエルフのこの宿よかったね。はい。で、ゲートガーディアン1ページ。で、めちゃくちゃ。まあ一応ね、作ってます。こいつには本当にね、あの、いい思い出だわ、逆に。これ1ページ作ると思わなかった。これ本当の初期。大砲になる前ページ作ってたんだ。でまあちょっとまあまだなんですけど、まあこんな感じかな。でもとにかくね、あのボックスがね出たんで、こ
それ本当に素晴らしいね。本当にこの初期の憧れですよね。どんな感じですね。本当に。で、他のその他のファイルもまあちょっとは変動してます。あの遊行以外のファイルはあんまり変動してないけど、この辺とかね、あのまずこれを見せる前にポケモンカードの増えたやつ見せようかな。ポケモンカードは見せたことなかったよね。丸いゲンガー、あゲンガー、レアコイル、アガネール、エレブ、あこれ友達と遊びに行った時に手に入れたやつですね。これ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 です。これ最高に好きです。あとウルパラ系がね、なんでこれ買ってるのかな、眠りの心を持ってるこれハングリーバーガーのコレクターズレア、これ宝物です。あとこの辺はね、まあ、ウルパラがね大量に入ってますね。ウルパラ尽くし、ちょっと見せたいけどさささっと見せるか。じゃあさささっとね、どの辺どの辺からだったかな、初期も混ざっててこの辺からか、これだ。はい、スサノオ、あれこれ、はい、これも一応薄いルパラ入ってんだよ。ここから入って薄さの、薄さの、あ、ちょ、間違う、日の陰土だ、日の陰土、薄さの、あ、これが薄さのだ、これ結構好き。ノスフェラトゥリッチ、これも好き、懐かしい。これパックで当たったんだよね。で、メタルカ魔法、これ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 めっちゃ好き、これめっちゃ好き。チェーンですらこれも好き、てか全部好きかも。ウルパラ、うわこれこれいいよね。あこれこれも好き、あこれ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 最高、これ最高これ最高になんか燃える。でこれこれもいい、サクリファイスなかなかないんですよね。これ200円だったっけ、これ龍騎士がやね。今これはサンザンドサクリファイス系、これもいいね。あ、これ初期これ持ってたんだ、サウザンドラゴンで、メタブラックのウルパラギラギラ、ちょっと薄いねこの辺ね。デスグレムリン、あー こいつ強いなあ、こいつ強い強い強い、あいいね。地獄詩人ヘルポエマ、あ、ここバキ売れてるやつね。あ、これゲットしたね。これ嬉しかったね。200円ぐらいで売ってたんだけど、かで。マンダラケか。これ見つけたときね、もう買われないんじゃない、他の人に買われないように早くもうレジ持ってきました。で、薄いやつかな、これ。ほら、薄いんですよ、これ。でだ、ドンザルク。これ好きです。でダイヤモンドラゴンがあって、あファイアウィング、キングレックス、キングレックス、メテオドラゴン、ダックスレイダー、これあれこいつ多いよね、ウルパラね。あサイコショッカー、ダイヤモンドラゴン、ダイヤモンドラゴン、あですみたいな感じです。いやね、ウルパラやっぱりなんか体温がちょっとね2度ぐらい上がる、これ紹介してたら体温が2度上がる。で、体温が上がるカード集めて痛いね。でもこのね、光るミュウはね、本当に最高にいいカードです。これこれコミックね、もう買いましたもん、子供たち。はい。で、ね、そうそう。で、あの、魔法カードとトラップカードをね、こっちのファイルに移動させたんですよ。初期の面々、
山とかね。まあこれはあの無造無造ですね。同じカードで並べるのがねやっぱいいね。あーこのページ好きだな、マスクドヘルレイザー、これ大好き、変態仮面、はい、あーこの辺もいいよ、海外版のね、シクジャイアントラッド、これガーディアンスフィンクスめっちゃ好きです。デビルメタルズはとか、まあ結構ねお気に入りカードが入ってます、うん、三眼の宿とかね、あラバーゴーレムのあの1ページ結構マニアックで、アークラビットの事例よね、宿のジムナイルフとか、あこれまだですね、ハングリーバーガーを1ページできたんだが、あこれ英語版のねスーパーだよね、これほら最高、英語版のスーパーのハングリーバーガー3枚、いやこれほんと最高だわ。でね韓国版ノーマル、そして英語版のハングリーバーガー、そしてアジア版、うんこれアジア版のハングリーバーガーめちゃめちゃ最高です。これとこれがアジア版ね、ハングリーバーガーはね本当にいいですよ。なんでか最高直感です。まあ懐かしのカードをね主に出てます。自爆霊、でビジャー版。ああ惜しいね。スルキの女王をね。あと1枚あればページ。これ英語版のジリアめちゃ気に入ってます。でイタカの暴風、シクが入ってて、これもめちゃめちゃいいんだよ。なんか光がすごいな。あ、ゾーク。このページも好きですね。英語版ゾーク。日版のウルパラ入れちゃってるな。やっぱり1ページ揃えたいんだよな。で、ギルファーデーモン。これもいいわ。この辺はなんかあれだな。もう、とりあえず入れとこう。みたいな。うん。そうだね。なんかこれ。ああデビルズサンクチュアリのね英語版いいですね。飛来神もいいね。これ催眠術、こいつも最高だ、見せてあげたい。いいよね、一枚一枚キラキラ見せたいな。あ、これは今度最近のやつですな。ソフトマシンか。この辺はあるだな。あ、まだ開拓中ですね。こんな感じでした。テニブリー、はい、それでは長々ありがとうございます。23分もやっぱりそれぐらい時間かかるんだね。うん、そんなもんか。あと紹介するものはね、まあいろいろあるんだけど、今日はこの辺にしとこうかな。それではまた来年ね、あのファイル紹介するけど、もうあんまり増えないと思う正直。東京ドームのボックスが出てちょっと一喜一憂して、それ以降ねやっぱり初期にはもうまた目は当たらないのかなとか思っちゃったりとかして、もう前回のボックスが本当最高すぎたんで、まあ遊戯はもうこれでもしかしたら2024年のこの今回のファイル紹介でファイル紹介動画はもう終わるかもしれません。それは体、最近あんま買ってないんでね。でももしかしたらまた来年あげるかもしれません。またよかったら
見に来てください。それではありがとうございました。